はい、こんにちは。今日なんですけれども、いつもアイハーブでこう調べてる中で一番期待度が高いプロテインバーが届いたのでレビューしていきたいと思います。アイハーブのプロテインバーのメーカーごとで一番評価が高いものを買っていってるんですね。で、まあ、全種類やりたいんですけども、まあ、なかなか全種類厳しいので、まあ、頑張ってはいるんですけれども、あと1年ぐらいやったら全種類できるかな。けど来年はね、プロテインチップスとかプロテインクッキーとかもやっていきますので、よろしくお願いします。クリフビルダーズプロテインでございます。で、味はクッキークリームになります。なんかこれ期待できる感じがあるなと思って購入しました。男の人がちょっとなんかトレイルランニングをしているみたいな。俺ね、トレイルランニングとかしてみたいんだよね。それこそ来年はもっともっとなんかそのアクティブに旅もやりたいし、トレイルランニングとか、あとボルダリングとかもやりたいし、まあそういうこといろいろ考えてますので、ぜひぜひ今後とも D さんの動画よろしくお願いします。早速じゃあ開けていきたいと思います。はい、で開けるとこういう感じですね。1箱12本入りですね。もうこれ定番ですね。はい、1箱12本入り1ダースです。青っぽいパッケージにトレイル兄さんがここに写っております。はい、気になる成分はこんな感じです。カロリー270キロカロリー、トータルファットが 9g、 シュガーが 20g で、タンパク質が 20g。 あ、シュガー結構高めです。あとカロリーも結構高めです。開けていきます。なんかね、このチョコパイみたいな感じでチョコレートでコーティングしてると、もう注意なんだよね。実食。あ、うん、味はね、これチョコパイ、思いっきり、うん、思いっきりじゃないな、美味しいです。で、注意感は少ない、程よい注意チョコパイ、程よいチューパイ、おっぱい、チューパイ、おっぱい、程よい注意っていう感じのチョコパイです。これ美味しいね。上の層はサクサクなんですよ。で、下がほんのかに注意って感じなので、注意感は本当に少ない。むしろちょっとサクサク感の方が多いです。プロテインバーってやっぱりカロリーはやっぱり200キロカロリー前後あるので、本当に体脂肪率を今本当に 5、6% くらい、それ以下を目指してる人とかは多分こういうもの食べないと思うんですけれども、普通のダイエットだったらプロテインバーでも食べていいと思ってるんです。おやつなのにタンパク質が取れるし、それなりにシュガーとか抑えてるものとかもやっぱり多いので、脂質を抑えてるものも多いので、普通のダイエットだったら僕食べていいと思うんですけれども、これに関してはシュガーとかカロリーが高い種類に入るので、すごいハードな運動をした時とか、そのダイエットとかをしてない時期のタンパク質の摂取として、スイーツからも摂取をしたいっていうのだったらおすすめです。あとはまあ増量期だったらもちろんおすすめです。はい、そういう感じで食べるといいと思います。スパルタンレースのオフィシャルプロテインバーなので、今知ったんだけど、スパルタンレースのオフィシャルプロテインバーなので、激しいトレーニングした後に糖質を取りたいとか、例えば俺これねすげえいいなと思ったら、登山の時に持ってったらめっちゃいいと思う。これあとはスキーとかスノーボードをする時とか、そういう時とかにおすすめです。まあ概要欄にリンク貼ってるので、気になる方はチェックしてみてください。それでは。